権威の念を起こすね、そういうまあ日を決めれば、ね、だん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 それがねこう積み重なっていってですね、いい日になるんじゃないかなとこう思うんですね。問題はその国民のいわゆる運動ですかね、意識だけじゃダメですから、やはり国民運動というのが広がりを持っていくのはいつが一番いいかな、まあ、こういうような視点からするとですね、やはり8月、夏休み、ね、こういう、またしかもお盆という、我々、山岳民族にとりましては、まさに一番いい時ではないかなと、思ったわけであります。まあ、私は、8月12ということを考えてきましたけど、経緯がございました。お話を通りでありますので、8月11日、この機会からいいかな。まあ、私も勝手に、8月11日から、8月いい日、1日、8月いい日、山の日、ありがとうなんてね、もう勝手に言ってるわけですけど、まあ、8月11日ということは、いかがかなと。まあ、このように思います。ちなみに各県が独自に山の日を制定している資料をちょっとお手元にありまして、まあ、決め手は何かというとですね、実は ないんですよね。例えば